はい、皆さん、こんにちは。ドットコム、ドットコムです。パズルボード4実況プレイパート38です。さあ、一人で対戦、ストーリー対戦の8周目になります。今回使うのは、ブラムですね。はい。まあ、ブラムは多分、クリオンのお邪魔なしパターンですし、あ、そっか。1段目も2段目も、お邪魔ブロックがあるから、戦いやすいか、結構強いキャラですね。じゃあ、行きましょうか。そうだよね、G は前回やったからね。じゃあ行きましょう。ちょっとそこで泣くか。まあ、そんなことはさておき、ボブル戦ですね。二連鎖、ちょっと処理落ちがひでえ。頑張れ、あまりここ。二連鎖、ボーン。さあ、ボブルはピンチになってるね。処理落ち、2連鎖、分かったね。やっぱ知り合いですよね。多分二人などういう知り合いなのか分かんないですけど、設定が。まあ、アルカネット戦ですけど、2連鎖、3連鎖、4連鎖、全部 C。あれ？早い。早い。てか、何も言ってないの。なんで虹バブって分かった。まあ、それはさて、おきマリーのせい。おお、塞がれたし。2連鎖。お、結構来るね。2連鎖、3連鎖。あれ？なんか狙えてね。2連鎖。もうちょっと待ってよ。おお、2連鎖。ああ、色間違ったけどいいや。よくはねえけどさ。ああ、着実に行きたい。着実に行きたい。ちょこちょこちびってる。おーめで、なんとか行けられた。うん、ペース、あーおー。わー、かなり行ってきたね。やっぱブラム強いなぁ。戦うしかないな。やだやだ。
何これ、クリオかわいすぎでしょ。あーっと、ちょっと待って、青が来ないな、ちょっと待って。2連射、3連射、うわい、2連射、3連射、4連射、うん、結構いけた。あ、ドラムの攻撃って毎段お邪魔がいくから、それはそれで強いんですよね。あれ入ってね。あー、うっそ。 OK、 2連射、これ勝ったね。おい、ブラウンの転換見たって普通だな。タムタム戦ですね、行きましょう。ちょっと待って、初期配置がなんかよくわかんないんだけど。OK、 2連射3連射。あそこ散り出せないのが大事だったりする。おお、来ちゃった。あ、でもそっか、タムタムだから攻撃はまだ来ませんね。ちょっと待って、溜めすぎていったけど大丈夫かな。あれ嘘、ちょっと待って、1個来た、あー2段来る。え、嘘、これもう無理じゃね。マジっすか。敗者復活パターンですね。何この配置。最終力以前のクリオもひどかったけど、これもそれなりにひどいな。2連射、ちょっと待って、2連射一段きた。鏡や2連鎖2連鎖2連鎖3連鎖。まあ連鎖ちょこちょこやっていけばね、楽ですから。うん、いいかな。まだいあっちりった。2連鎖、おぉ、ちぎった。2連鎖3連鎖。おぉ、ちぎってくるね、結構。ちょっと待って、タンタン時間食ってるな、結構。2連鎖、3連鎖。まあ、ちぎられなければ楽だと思いますが、これ失敗した。え、ちょっと待って。2連鎖。おー、ちょっと待って、やばい。2連鎖。2連鎖3連鎖勝った。